トメさん、こんにちは、こんばんは。もうそろそろネタ切れのゆうころです。もうやばいっすね。まあ、今日はゆうすけ使っていくんですけど、ゆうすけね、結構進化前も強くて、この結局が7強2つに無冠3つとで、超額7強無冠雲スキルあって、火力としては化け物なんですけど、まあ光と水ってことで、副属性水でそんな火力出しづらいよ、42億しか出ないよっていうところと、あとスキルがちょっと使いづらすぎるんで、正直このユウスケは現状実用的なサブには入ってきません。なんならこれ使うんだったら、マリールの進化とかの方が全然実用的なサブになってくるので、進化後は正直火力だけって感じなんだけど、強いのはこっちですね。ダントツでこっちが強くて、はい、無効感5個持ちなんですよ。で、さらに50倍が強化持ってます。このキャラ何がやばいと言いますと、まずですね、無効感25個持ちの火力っていうのが 2.5 倍の5乗なんですね。これもうだからどのぐらいなの、火力 97.65625 倍ですね。もうバケモンっす。でさらにこれかける2倍でね、50倍が強化乗ると、なんと倍率が195.3125 倍とかいうわけわからん火力になるんですよね。で、今回攻略で使うんですけど、ユウスケが強いのは周回とかランダンでもね、強くて、まあ言うなら無効感組むだけで、これユウスケ6体詰め込んで無効感組み続けてれば極連周回できるみたいなね。もうそれ化け物なんですよこいつ。そう、ユウスケ6体入れて、あの、まあ一応育成枠ないんでね、実用性はないですけど、6体上限解放しておくと、もうそれだけでね、極連周回できるらしいんですよね。バケモンなんですよこいつ。今日はそんなユウスケをですね、実際に攻略で使っていこうと思います。はい、今日使う編成はこんな感じです。まずはアーサーですね。こちらリダチェン体制にエリカ装備継承です。そしてユウスケ無効感上限解放で、こちら白石武器継承ですね。白石武器つけることで、まあ、もちろん吸収無効属性吸収無効の対策もあるんですが、50% 以上で 1.5 倍で、 50% 以下で2倍の火力が乗りますので、基本的に主属性42を下せます。はい、で、駅の7スキルプラスに上限解放でラジオは継承、捜索家体制と激減スキルですね。で、こちらチャーミンキティ L 字に上限解放で、こちら、はい、アポロン武器継承って感じです。 L 字いらねえな別に、まあ、なんかスキルとかでもいいですね。はい、で、レオナスキルプラス毒目覚めでファスカ継承、最後フレンドがアーサーって感じになってます。こちらダリア武器つけてます。まあ、今日はですね、ユウスケ実際に試運転ということで、久々に100回で遊んでいこうと思います。はい、で、チャーミンキティはスキルプラスに変えときました。まあ、果たしてユウスケどんぐらいやれるんだって話よね、賞味。一旦ここは1コンボ2回繰り返してあげて、アーサー打ちます。はい、で、この編成でね、あの、追い打ちないんですよ。あの、気づいちゃったんですよ、もう今ナウで。なので、あの、追い打ちは必ず武器でつけておいてください。ブレンドの武器とかでいいですかね。バインド追い打ち武器ってあったっけ。あったはず。はい、とりあえずこれで無効感で殴っていきましょう。ただこいつ追い打ちないんで、いや別に追い打ちない敵を5回引けばいいだけなんで大丈夫です。はい、で、ここもアーサー打ってあげて無効感で殴っていきます。もうひたすら無効感。あ、そういやユウスケの火力見てみましょうか。まあ、液の名は42億確定すると思うんで、液弾との違いを見たいんでね、副属性42億まで出せるっていうところに魅力を感じてるので、俺は。さあ、これでユウスケは42億45億、液の名は42億ですね。結局無効感こんだけ持ってるエキドナよりもユウスケの方が火力出ちゃうんですよね。これが結論な気がします。本当に結局無効感あるやつが強いんやぞっていうね。めんどくさいから打っちゃおう、アポロン。で、ここもアーサー打ってあげて無効感組んでいきます。やっぱね、副属性光っていうところはね、ほんと強いですね。結局主属性しか火力が出ないキャラってどんだけ頑張っても42億までしか出ないんで、副属性まで光になってるとこのように火力を出せるのが魅力的なんじゃないかなと思います。はい、あとユウスケね、6ターンでまあスキル打てるんで、アシストしやすいのもいいところっちゃいいところっすね。おい、めちゃくちゃめんどくさいやつ来たってまして。こいつあれでしょ、遅延でしょ。もう覚えてるよ、この遠征遅延アーサーしか積んでないしな。でもこいつの遅延10ターンとかじゃなかったっけ、気のせい。10ターンチェーンだった気がするんだけど。とりあえず向こう側組みます。こいつ出てきた瞬間無条件でめんどくさいクソダンジョンに変わるんだけど、何ターンだったっけ。はい、いや、もうだる。 OK、 じゃあここも向こう側組んで倒していきます。まあ2ターン耐久するだけでいいんでね、その点アーサーは楽でいいですね。ただまあこのマジでバルキリーとかいいキャラを生み出した人は犯罪だと思う。本当にこんなやべえキャラが百科スリに入ってるのがマジでおかしいわ。まあ、ボスヘキサゾンの視点で、まあ確かに難易度高いのはわかるけどね。にしてもやばいよね。で、4回走。
はい、メノアですね。ここはもうひたすら殴るだけです。だから伊之助溜まってないんです。あ、伊之助じゃない、白石溜まってないけど、まあ水メノアだったから大丈夫。いや、まあもうあれよね、闇メノアとか来た時にはもう耐久必須やし、キメノア来ても耐久必須やね。はい、向こう側組みながら殴っていきます。13コンボで50倍以上強化武器もついてるので、多分これで OK。 42億しっかり42億出して投げていきます。でここも光の列作ってあげて、あとは無効管で。すげえよな、俺エキルナが実装された時にさ、なんちゅう化け物作ってねんと思ったけどさ、普通にその後すぐにユウスケとかいう化け物出るもんね。これ別にさ、今回アーサー3編成だから、なんて言うんだろう、エンハンスがないっていうのもあって、エキドナーサーどっちでもいいみたいな感じになってるけど、これエンハンスあるパーティーで使ってる場合だったら、もう正直あのユースケ一択っすからね、本当にエンハンスあるパーティーならね、まあ、そう考えると本当バゲモンだよな。でここね、これね、ちょっとこの状況今ね説明すると、エキドナーの継承貯めなきゃ発狂耐えれないんですよね。けどめんどくせえが、なんか別にもうなんか殴っちゃっていいんじゃないかなダメか、ダメだよな、それはダメだよな。じゃあ一回ちょっと耐久しますけど、めんどくせえこいつ。でも意外とこれね、ワンチャン調整頑張ればね、発狂食らわずに倒しきれると思うんだよな。めっちゃ調整頑張れば。いやでもこの火力で調整は厳しいな。いや、アーサーとチャーミーキティは火力高すぎるし、無効管組んだら84億入っちゃうから火力オーバーなんですよね。この遠征火力調整がめっちゃ難しくて、なのでちょっと現実的ではないので、まあ、回復音ゲッシュ組みながら。あれ回復力めっちゃ低くね。うわ、最悪や。レオナ撃てばよかった。でも発狂はレオナ撃ちたいしな。え、これ待って、まさか死ぬ、待って、そんな俺が死ぬわけがない。うん、勘弁してくれ、マジで。俺が一瞬死んだかと思ったんやけど。あとはここでじゃあラジャー撃って120億火力出していこう。120だろ、おい。これ発狂入るぞ、10コンボ組んだら。これダメだ、これ控えめコンボにしよう。10C 組んだら発狂入る絶対。あ、でもあれじゃん、あのあれしてきたのか。なるほどな、攻撃力弱化してくるのの話は別だ。1ターン待つか。いやこれさ、俺思うんやけどさ、めっちゃ頑張れば倒せん無理、めっちゃ頑張れば倒せそうなんだけど。めっちゃ頑張れば倒せそうじゃない。めっちゃ頑張ってみよう。一回めっちゃ頑張ります。はい。まず、ユースケ継承の自分の攻撃力2倍打ってあげて、あ、てか待って、また俺弱冠ハンス食らったの？めっちゃムカつくな、ジルレガードの横のやつら。の横のやつらね。ごめんごめん。ジルレガードは悪くねえよ。いけいけ、もう倒せ倒せ、いけ。最強やん、マジで。強っ！弱冠ハンス食らっても関係ないんだが、火力こそ正義なんだけど、強っ！ガチ、え、ガチでも強、普通に普通にガチ強やん。はい、でもなんかね、バカみたいにいっぱい行動してるんですけど、もうバカの一つ覚えってことでね、ここでパスカを打ちます。はい、バカ対バカならバカの方が強いんだよ。でここはアーサー打ってあげて、光の向こう間でまた軽く出していきます。間違いがないっすねこれは。で問題はね、これどうだろうな。でも2番できるし、さすがに。いや、多分できると思う。オッケー、行きます。アーサー撃ってあげて、ここも無効完全力火力で、そもそも相手闇属性に変わってるんで、火力は2倍入るんで、毒だけ消せないようにしながら、こんな感じで殴っていきます。はい。毒は絶対消したらあかん。マジでやばい。わあ。めっちゃ微妙。なんだこの微妙な状況。はい、じゃあこのまま倒していきましょう。いきまーす。アムコガン組んであげて突破していきましょう。はい、ということで、今日はユウスケを試運転する動画でした。まあね、まず使ってみ見た感想から言うと、火力はめっちゃよくって、で光の無効管パーティーとかにおいては全然普通に使えると思います。かなり火力高い。ただ今データな環境なんで、まあ今現状そんな使わないかなって感じ。ただ、周回、そして、ランダムとか、そういう系においては、こいつ最強っす、マジで。ランダムはちょっとわからんけど、周回においては、マジで強いんで、まあ、持っておいて損はないキャラですね。
まあ、進化後はね火力特化になってますけど、この転生後に関しては無効貫通特化になってね、液状のみたいな感じで使えるので、ぜひよかったら使ってみてくださいということで、今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。